ミッド TV ウェブ。はい。HAB YouTuber ご覧の皆さん、こんにちは。ハクリカ音楽で元気に。私たちハクリカアイドルです。さあ、今日はですね、JA 共催プレゼンツ津幡森林浴リレーマラソンということで、この会場になっている津幡町のクリカラ不動寺鳳凰殿からライブ配信でお送りしています。ということで、この時間も私が進行役を務めます。よろしくお願いします。お願いします。はい、では早速ですが、なんか寒そうな2人が来てくれました、はい、ということで自己紹介お願いします。北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりと、ラッキーセブンガール新井奈々です。よろしくお願いします。なんか奈々ちゃんどうしました？なんかお風呂入った、自分でも分かんないぐらいめちゃくちゃお風呂上がりの状態なんです。びちゃびちゃ。ずっと走ってる時、あのやっぱ風邪ひかないように濡れないでおこうと思った、の、で、あのカッパで抑えながら走ってたんですよ、ずっと、だけどこんなに濡れてて自分でもびっくり。自分でもびっくり。そっちの方が可愛いかも。あ、じゃあ濡れていきます。私の方が可愛いということで。一回さまさまそうですね、めちゃくちゃ。いや、そんなことないです。いっぱい走りすぎて濡れまくりまして、はい、ただ、はい、の皆さんもっと応援したい。お、なるほど。お、何があった？あ、さっきの、やっぱり、なんか、スケッチブックないなと思ったんですよ。びっちょびちょ。ね、もうびちょびちょ。そう、次はですね、はい、応援できる企画となっておりますので、お願いします。ちょっと楽しみにしててほしいんですけど、はい、全然お楽しみじゃない。はい、あの4時間のリレーマラソン、はい、スタートから2時間半が経過しました。すごい、もう2時間半も経ったよね。そう、あとだからもうあと半分もないぐらい、1時間半や、うん、なんですけど、うん、まあこのね、リレーマラソン今走っておられます。先ほどから皆さん走っておられまして、うん、で今スケッチブックが配られたんですけど、はい、先ほどの2回その配信で、あのお絵かき対決をしまして、はい、で、今順位が下だった方がこちらに遊びに来てくださっているので、はい、なんて言われた、順位が下だったやって。あんなに頑張って書いたのに、ね、リュウ頑張って書いたんだよ、私も。じゃあ順位下だったからって、じゃあもうなんかね、頑張って走ったんですよ。もう帰ろうや。もう寒いから帰る。ダメ。なんで？私と楽しくやりましょう。どう？いい？やだ。絵が下手だったとか言われたからもう帰る。下手とは言ってないです。順位が下だった。下手なやつ。でもさ、じゃあ下手なやつらにもう一回スケッチブック渡すのおかしくない？じゃあ一回見せてください。どういう絵を描いたか。え、これゆかりさんのこの中の私のも入ってるんですよ。私うまかったんだよ。私も結構自信作だったんですけど。やろ。あ、これ奈々ちゃんは何だと思いますか？これどうですか？五日山。え、違いますよ。何これ、分からない。これは海か、竜宮城です。あ、もう触らなかったらしい。これは確かに。はい、これどうですか？あ、ゆかりさんの自信作。ロケ。あ、まあそんな感じ。おなんか実況リポート。実況は、なるほどなるほど、はい、で、はい、それでじゃあこの、うん、あの順位が下だった皆様、はい、最低そんな言い方しなくても、うん、私がまたここから順位をつけます。え、最下位ができるってこと？そうです。へえ、うん、じゃあ、あの2人ともう一回、うん、あの書いた中で一番の自信作ちょっと見せてください。え、なんかこっちにあるの？そうなんです。じゃあちぎらんといけない。ちぎって、自信作は私さっきのこれです。これ、はい、嘘だ、本当に本当に。そんななんか竜書いてた時、はい、え、こんな分かりやすいのないでしょ。ニョロニョロみたいな竜書いてた時、うん、私はこれかな。おお、自信作ということで、うん、この中から順位を決めたいです。あ、こういうこと？え、今からもう一回書くんじゃなくて？あ、そうです。え、今からすることの順番をこの順位で、うん、あれじゃない、もうあの葵の独断と偏見になるから、走っとるランナーの皆さんにどっちですかって聞いた方がいいんじゃない？こっちって言われた方が多数決です、ね、じゃあまあ決めますよ、うん、私はもう決まったから、ね、はい、そうなん、いや、うん、どう葵ちゃん、あ、どうですか？あ、そういうアピール、どうですか？怖い。じゃあ2位ですね、まず、はい、2位から。2位っていうか、まあまあ実際もう最下位の2人、最下位とかね、最下位をじゃあ発表します。お願いします、はい、じゃあ最下位は、ゆかりさん。え、なんで？嘘でしょ。やらせだよ、これはもう。HAB 信じられない。もう信じられない。もう信じられません。ミッド TV 出ません。なぜかというと、はい、これ、私は
あの何ですか、これ最初当て、あのこの一発目で当てれなかったので、あのこれは、あの付け足した上でのこれ。そうだよ。そうなんです。じゃあこれは一発で当てれたの？これは分かりやすい。絵は付け足してないの。そう、うんうんうん、え、どれ付け足したんですか？これこれこれ。あ、でもわざと青いなら分かるよねっていうので、うん、番組的に付け足せなかったんですよ、わざと。はい、なんかめっちゃ言われてますけど。ねえ、みろこさん、分かってるでしょ？はい。で苦笑い後かけていくっていうね。じゃあまあ、ゆかりさんが最下位、はい、で、ななちゃんが3位3位ということで、なんとかなんですけど、はい、じゃあこのあと何をするか、雨の中10周走らされるんじゃない？言ってないですよね、私まだ、うん、なんとそれでは、その内容、はい、今からチャレンジしてもらう内容は、はい、一人ずつカメラの前でリレーマラソンリポートです。え、どういうこと、どういうこと、私はみんな二人とも、二人が二人とも、うん、このリレーマラソン、さっき応援したいって言ってらっしゃったから、リポートしてもらいたいと思います。どこで？ここが、うん、スタジオっていう体で、うんうんはい、もう、ね、実況、だからこれです。青いとやり取りするってこと？そうです。と、あと、うん、その、リポートしてない方のメンバーと、なるほど、が質問したりして、あ、だから私、さっき2位にさせられてここにおらされとるんや。そんなことはないですよ。あれでしょう。だって青いもさっき知りましたもん。本当に？うん、そう？なので、リポートをしてもらいたいと思います。うんうんうん、え、何分するんですか、先生？何分？それは決めて大丈夫です。わかりました。私が勝手にぶった切るので。わかりました。好きなだけやってください。はい、お願いします。はい、ということでまず、はい、どう順位が、はい、最下位だったゆかりさんから。なんか最下位だったゆかりさんってなんか悪いね、耳から聞こえるのが。キャプテンなんやけど私。から、リポートしてもらおうと思います。はい、わかりました。そんなことないけど、メンバー1、お手本なしで一人でやるね。はい、寂しい、しょうがなかったな。で、順位が上のメンバー、うん、この後のメンバーも同じことします。だからそれでまた順位つけられるの？あ、そうです。順位つけたがりやんけ。だから、今ここにいる皆さんは、うん、今突然言われたから、うん、今即興で今頭をフル回転してると思うんですけど、順位が上だったメンバーはちょっと考えれるっていう特典付きです。最終見てくれてるから、はい、何をしてもいいんですか？動かなければ、その場所からそういうこと、ね、動かないことと邪魔しなければ、邪魔しないこと、うんうんうん、それだけ守っていただければもう何しても大丈夫。わ、うんうん、かりました。はい、お願いします。ということで、はい、まあ、ここから質問を投げかけていきたいんですけど、うんうんうん、じゃあ早速移動しますか、ね、はい、移動します。行ってきます。見ててくださいね。変えないで、チャンネル。あ、変えられた。おー、いい、おー、いい、おー、いい。もうめちゃくちゃあうんの呼吸合ってるやん。合ってるやん。だから、ななちゃんも、ゆかりさんにする質問、あ、なるほどね、考えててください。私と一緒にこう質問する。え、ちょっと一回撮ってみてください。どうだろう、聞こえる？でもゆかりさんの声なら聞こえそう。雨の音結構強いからね。でもマイクはあっちもあるもんね。そうです。でもこっちは地声で聞くもんね。はい、本当にさ、濡れすぎじゃない？びっくりなんだけど大丈夫？ちょっと聞こえます。え、全然聞こえないです。やばい。頑張ろう。準備 OK ですか？この映画見ようかな。聞こえないな。何も聞こえない。お、あ、頑張ってください。はい、こー、頑張れ。じゃあ、ということで準備ができたようなので、あ、じゃあ早速、じゃあ分かりました、いきますね。5、4、3、2、1。みなさんこんにちは。北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりです。さあ、 JA 共催プレゼンツ津幡森林浴リレーマラソン、この栗倉不動寺鳳凰殿で開催されているんですが、なんとすでに2時間半経過して、今2時間40分を迎えたところです。
はい、あの雨が最初から降ってはいたんですけど、どんどん強くなってきて、めちゃくちゃちょっとランナーの皆さんはちょっと寒そうだったりもするんですが、皆さんタスキをつないで一生懸命走っている姿が印象的です。で、あの笑顔もすごく見られて、ファイトっていう声をかけると返してくださる皆さんがいらっしゃいます。私たちはこの応援リーダーをしていてですね、みんなで応援しております。あ、ランナーの皆さんがたくさん来ました。ちょっと話を聞いてみたいと思います。こんにちは、ファイト。すいません、一言ください。頑張ります。頑張りますという一言をいただきました。まだまだ走ってくるので、ちょっとどんな感じか聞いていきたいと思います。あ、誰か来た。え、アイドル部、現場のゆかりさん。違う、あ、北陸アイドル部来ました。あ、ちょっとストップ。はい、あと北陸アイドル部の浜あかりさんです。これ生中継してるんですけど、今どうですか。今なんか足は疲れてきたんですけど、体力的にはまだ大丈夫です。雨の中走るのはどうですか。水たまりはまって大変です。じゃあ最後にリレーマラソン最高っていう一言を一緒に行きましょう。せーの、リレーマラソン最高。さあ、ということで、ランナーの皆さん、いってらっしゃい、頑張って。現場のゆかりさん、ありがとうございました。そして、あ、ちょっと2人来て、ずっと喋ってるんですけど、イベントの応援ガールがいるんですね。現場のゆかりさん、メンバーがいまして、あ、北陸アイドルばっかりになってきましたが、2人は応援していてどうですか。はい、どんどん雨の土砂降りの中走っている皆さんがすごいと思います。私は3周ぐらい今走ったんですけど、しかもさ、初めてリレーマラソンしてて、すごい皆さんの温かさの応援もだし、同じ仲間の温かさとかがめっちゃ最高です。すごく皆さんの温かい応援を感じられて、もうちょっと走ってもらっていいですか。まあ、つい最近もね、あの、はい、ということで、私も走ってるんですけれど、ほど寒かったり体力的にも雨だと消耗しやすいんですけど、皆さん絆を伝えて、この鳳凰殿の雨の中の今日しか楽しめない景色を楽しんでいらっしゃいます。ということで、この後もランナーの皆さん頑張ってください。はい、応援のメッセージ、以上、松井ゆかりでした。山田ゆかりさん、山田ゆかりさん、カットになったそうですよ。山田ゆかりさん、あ、終わりました。はい、見えますかね。終わった。何この中継、終わったって。やばいやばいやばい、絵がもう全部カメラが。一回戻ってきてください。そうですね、一回戻ってきて。もうね、すごいよ。なんかちょっと想像したのと違った。想像してたのと全然違いました。ちょっとなんで、じゃあ、あの、全て一人でやってて、うん、あの、本当は説明お願いします。ここから、うん、あの、対話したかったんです。あ、そうなんだ。って全然声聞こえんもん。何も聞いてない。私たちも聞こえないんです。じゃあ意味ないじゃん。、ね、もうこれ、この企画、雨っていう時点で失敗してます。あの、これ晴れる予定やったからね。そうなんです。晴れたら、今雨の音で、お互い多分何も聞こえなかったから。そう、ゆかりさん終了ですって言ったのに、ずっと喋り続けるから。え、マジ。ごめんの。終了でした後にゲスト2人来ましたから。最高やん。長かったです。はい、すいません。やってました。ありがとうございます。どうでしたか、やってみて。え、なんか全然終わらんし、終了かからんなと思って、とりあえずいろんな人と喋っとくかと思って。っていう感じでやっておりました。はい、いやいやいや、まあ、でも、何も聞こえなかったですけど、はい、楽しそうな絵はこちらから見えております。ちょっと待って、これで順位決める人が、これ何も聞こえなかったですけどっておかしくないですか、室田さん。これはもう企画失敗してますよ。言いたくないけど、楽しいからいいんですけど。大丈夫ですかね、これ。私のあのリポートを聞いてないと。これはもう室田さんが順位決めるしかないですよ、もう。あ、ね、なんと。だって葵聞いてないんだもん。だって適当につけちゃうよ。いいの。いいの、これで。怒ってます。これ北陸朝日放送の公式 YouTube チャンネルだよ。ダメだよ、こんな。ね、はい、じゃあということで、あの、気を取り直して、じゃあ奈々ちゃんにもやってもらおうと思います。はい、私はね、頑張って葵とゆかりさんのコミュニケーションを頑張るんで、次は対話を。じゃあちょっと頑張ってみましょう。声聞こえるように頑張ってみる。はい、質問もたくさんしていきたいと思います。 いってらっしゃい。いってらっしゃいませ。なんてこった、なんてこった。声張ってもう喉枯れたよ。あ、視聴者人数増えてるって。やったー。
たくさんの方が見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。まあ、やっぱり私のリポートがね、良かったっていうことかな。いや、聞こえてないんですって。おいい聞こえてないよ。聞こえてないです。大丈夫これ。あ、でも多分、聞いてる方は聞こえてると思います。そうだよね。うん、結構最近マラソンの中継とかもしてたからさ。ね、うん、はい。もうこの日のために。そうですね。やったということで、あ、なんか準備万端そう。あ、いいかな。あ、じゃあ新井奈々さんの中継始まりますよ。新井奈々さんということで、さて、今日の、ニュースを紹介したいと思います。今日のニュースはですね、JA 共催プレゼンツ津幡森林浴リレーマラソンがただいま開催中ということで、うん、現場に新井アナウンサーが行ってくださっております。ということで、現場の新井さん。こちら大雨の中ですが、津幡森林浴リレーマラソンからリポートしていきたいと思います。はい、北陸アイドル部の新井奈々です。はい、現在もうずっと朝から雨が降り続けているんですが、この中でもランナーの皆さんがすごくすごく頑張って走っていらして、今もたくさんのランナーの皆さんが頑張られてます。そして現在2時間46分が経過するところでございます。こちらはね、もうとにかく終わりなんですけれども、でも、うん、ファンの皆さんの、ランナーの皆さんの笑顔がすごい輝いているんですけれども、スタジオから何かありますか？ファンの皆さんいないけど。どう、厳しい、厳しい。新井さん、会場は盛り上がってますか？そうですね、ずっとそのランナーの皆さん、もうそれぞれチームによって作戦が違いまして、連続で走られる方がいたりとか、毎回毎回交代されている方とかいっぱいいるんですけど、結構子供の子とかも走っていて、すごい老若男女みんなで盛り上がってる感じがしますね。お、じゃあ、今日はなんと JA 共催ということで、お野菜とかね、うん、JA のお野菜とか買えるみたいなんですけど、ちょっと届いてこないんですけれども、そうですね、聞こえますか？こちらの会場ですね、すごく紅葉が綺麗でして、このもう通信障害です、これは。すいません、新井奈々さん、もう一人でやってください。コミュニケーションが取れません。いや、ということで、終わっていい？何もリポートしてないけど大丈夫？なんて言ったらいいのか。あ、ちょっと現場の方にちょっと声かけてみてください。ね、はい、ナナおかえり。おかえりなさい。なんかさっきより濡れました。どうだった？はい、こっちおいで、こっち行けないと。あ、喋ってここに何も何にも聞こえなかったです。でも、うん、現場の様子どうですかっていうのは聞こえたので、盛り上がってますかとか聞こえたので、頑張ってそれは答えるようにしました。うん、ちょっと、ナナちゃん、ランナーの皆さんのこと、ファンの皆さんっていうのは、ちょっとどうかと思いますよね。いや、もう気持ちは皆さんを、私たちも今日すっごい頑張って、一緒に走ってるので、一緒な絆を持って、まあね、ファンになってくださったら嬉しいなっていう思いで、言ってみました、ね。石川県のね、皆さんはもうファン同然だけれども、はい、の気持ちで、ランナーの皆さん、リポート開始直後に、ファンの皆さんも盛り上がってますって、定期公演じゃないんだから間違えちゃってるよ。はい、はい、まあ、でも対話ができたというのはポイントが高い。はい、やった、うん、ということで、でも奈々ちゃん、傘持ってリポートするとき、傘で顔真っ二つに割れてました。そうすると、
リポートっていうことを忘れて、もうここにスタジオがあるのを分かってたので、もうずっとそっち向きで、ね、どうしたらいいか分かんないよね。はい、もうなんとかあの意思疎通できるように頑張ってました、ね、ということで、あの即興で、はい、あのこのチャレンジで言いましたけど、お二人はどうでしたか。いやこれは室内でやってもいいかもしれないですね。そうですね、確かにね。そんだけ、まあ、たくさんの、まあ、盛り上がりやすかったんですか。そうね、でもランナーの皆さんと実際会話でしたから、あ、お二人頑張れ、ファイト、頑張れ、あとちょっと、やっぱりね、ファンの皆さんもいますから、いるよ、いるよ、いるよ。なんとか、はい、と、はい、いうことで応援できたので、良かったです、はい、応援できたので、ね、あと、なんかリポートとかね、一人であんましないからね、うん、そうそうそう、はい、まあね、こうやって、まあ、普段歌とかダンスとかパフォーマンスやりますけど、うん、MC とかもライブだったら大事だったりするじゃないですか、うん、でこういうリポートとかもするとね、やっぱ活動の幅が広がりますので、うん、はい、これからもそういういろんなことを、うん、このミッド TV でできるようになって、はい、ウェブで、はい、ウェブでもっともっと頑張っていきましょうということで、はい、あ、一ついいですか、最後に、はい、もう締めるよね、締めます。一個だけ、あの南葵さん、新井奈々ちゃんが喋ってる時も聞こえんって言ってたんですよ。だからこの人に1位から4位を決めさせてはいけません。確かに。そちらの大人の皆様、大人の皆様と南葵ちゃんで協議して決めていただければと思います。お願いします。この人何も聞こえてません。何も聞こえてない。正しい判断をお願いします。はい、よろしくお願いします。聞こえませんでした。はい、松井ゆかりと新井奈々、最下位と3位だったので、はい、清き一票をお願いします。以上です。はい、以上で、ということで終わりの時間が近づいてきたということで、はい、この後1時30分からは、さっきの企画で素晴らしく1位だったお二人に来て、うん、くるみさんと萌香に来ていただこうと思います。はい、またリポートチャレンジを、うん、したいと思います。はい、まあね、上ジョイが上ということで、うんうん、この配信もきっと聞いているでしょう、うんうん、なので期待しですね、はい、期待ですね、期待していきましょうということで、うん、なんかさっき間違えちゃって、ずっと間違えてて、あの順位決めるとか言ってたんですけど、うんうん、どうしますか、決めますか。まだ4人見てないから決めるかな。あ、そっか、じゃあ4人見て、うん、まあ、台本にはなかったですけど順位決めたいと思います、うん、逆にいいよ、今決めて私たち1位と2位でもね、うん、全然いいけど、いいですよ。今はじゃあ暫定1位と2位、全然1位と2位でいいよ、もうそのままで、うん、そのままでいいよ、暫定です。え、こっから這い上がってくるかもしれないから、どうやるのよね。はい、めちゃくちゃだって聞こえないんだからね。聞こえない、MC の人と頑張ってやったんですから。リポートできるわけないね、もうね。でこの後お二人もこの後の配信も見てください、ね、分かりました。はい、でも今から走ってきます。うん、私も走ってきます。本当ですか。じゃあまた結果教えてください、はい、はい、じゃあこの後も、はい、北陸アイドル部のメンバーで最後の配信をお届けしたいと思います、はい、ではまたこの後も皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。皆さん頑張ってください。